はい皆さん、こんにちは、えー。ピアノを弾くの大好きな三鷹市在住のピアニスト、中川健一です。はい、そして私はえ、紅茶にはたっぷりミルクを入れます。ソプラノのうのけりです。毎年、三鷹市芸術文化センターで開催している赤ちゃんからのクラシックを、今回は三鷹市公会堂で開催します。えー、出演者は、バイオリンの神谷美穂さんと私に加え、うん、今回初めてソプラノの うのきえりさんとパーカッションののじりさやかさんにも加わっていただきよりパワーアップしてお送りします、はい、うのきさんよろしくお願いしますよろしくお願いします楽しみにしてますはい。はい、うのきさん今回のプログラムについて少し紹介をお願いしますはい。えー、今回はですねクラシックの名曲はもちろんのことディズニーの曲それから三鷹といえば ジブリですね。はい、すねジブリ映画の作品からも演奏します。はい、そして三鷹ゆかりの音楽家による童謡なども演奏します。あの JR 三鷹駅ではホームにメダカの学校はが流れるんですよ。はい、知ってましたか？知ってましたよ <laughs>。夕方五時にはね、赤トンボが流れるんです。ねえ、っと説明しますとですね、はい、み、えー、メダカの学校はえー。 作曲した人が中田芳直さん赤友の作詞の方がミキ・ロフさんですね、うん、えー、どちらもですね、えー、三鷹に愉快のある音楽家なんですよ<ー>、はい、そういうことなんですねえー、それから観客の皆さんと一緒に音楽に合わせてリズム遊びをするコーナーそれから一緒に歌を歌うコーナーなどもたくさんありますゼロ歳の赤ちゃんから入場できるコンサートのために、えー、会場にはベビーカー置き場それから 授乳室、おむつ買いコーナーナもご用意があります皆様ねぜひお気軽にお越しください9月2日日曜日三鷹市公会堂ファミリーコンサート「赤ちゃんからのクラシック」光のホールでお待ちしております,りますいらしてください来てください待ってます、はい